始まりましたヒップホップドリーム。初回のゲストはね、2023年でもうヒップホップ界を震わせた、はい、あのスーパーラッパーのフックメイトです。うまぬ武士 AKA ライスソルジャーじゃん。え、そんな今日コラボの何やるんですか？食材は汁なし麺の15キロ。すっげえおでまぜマジでおでキロスーパーデカ盛りでこのクオリティ出てくるってすごいっすよ。いや、もやしだけで何キロあるんだろう。もやしだけで5キロ。こういうなんか地方の料理とかないと。まだ20分できつくなる人でしょ。ここで40分の顔しませんけど。ああ、そうですか。頼む。場所行きますわ。追加で。頼む。はいどうも、はい、ということで始まりましたヒップホップドリーム。ヒップホップドリーム始まりましたね。やっぱりね、色付きメガネと、黒のニューエラ、これは絶対かなっていう、まあ、できればジャケットも黒がいいかなっていうところで。そうですね、はい、始まりましたヒップホップドリーム。初回のゲスト誰なんですか？初回のゲストはね、2023年でヒップホップ界を震わせた、はい、あのスーパーラッパーのフックメイトです。おー、あのスーパーラッパー、はい、なるほど。早速お呼びしましょうか。はい、じゃあこの方ですね。はい、どうぞ。どうぞ、自己紹介ラップでお願いします。お願いします。ラップはできぬが武士 AKA ライスソルジャーじゃ。はい、どうもということで、はい、本日は武士さんとのコラボということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日この武士さんをお迎えして何をするんですか？我々は今日ですね、今ちょうどもう動画公開されてると思うんですけど、はい、はい、あの前回ドラゴくんとですね、うん、タコさんウィンナー1000匹をやらせていただいて、やりました。はい、ありがとうございました。まあ僕自身もやっててすごく楽しかったんですけど、はい、トントンちゃんさんがですね、チャレンジメニューがなんと、うん、今年40種類を迎えるということで、はい、僕らがやらなきゃ誰がやると。ということで今回はブッサンを招いて、はい、まあ、今のところ一応35個中の2個目をやっつけようじゃないかという企画です。なんすか、そのシリーズっぽい言い方やめてください。なんすか、なんかあるんすか？35個あって40に増えるって言ってるんだから、全部やらなきゃどうするの。これあれだね、佐野に来る機会増えそうだね。そうですね。で、そんな今日コラボ何やるんですか？食材は35個あるうちの1個のタコさんウィンナー前回やったんですけど、はい、もう今回は、うん、なんといきなり36個目のメニューをやらせて最新メニューをやらせていただくんですけど。最新メニュー、最新メニューです。つまり何ですか？油そば、混ぜそばですから、僕も見てないんでわからないんですけど、汁なし麺の15キロ。 15? はい、15、15キロです。ちょっと待って、15キロってどういうこと？全部でもうコケで15ですよ。え、いけます？では何人で15キロ、何人でやるの？人数がですね、今回も4人です。4人か。4人で、そこまでは聞いてるんですけど、制限時間まだ聞いてないんですよ。でも前回2時間で4人だったじゃないですか、はい、多分大食いの方4人だったらタコさんウィンナー絶対多分完食余裕だったと思うんですけど、はい、ケンスケと僕という雑魚キャラが4人の中に2人入ることによって絶妙なバランスが取れたと思って。取れたね。まあおもろかったよね。面白かった、面白かった、わかる。なんで今回も15キロなんですけど、まああの武士様とマックスの力にケンスケと僕が加わって、まあ、制限時間内にクリアできるかっていう、もうギリギリの挑戦をしたいなと思ってます。武士さん、すいません、最初に言ってきます、うん、僕混ぜそばすごく苦手です。拙者も麺は苦手だ。これ大丈夫ですか、小川さん？いつもね、分かんないじゃないですか、チャレンジしてみないと。まあ確かにね。まあでも今日はもう武士さんもいるんで心強いなと思ってますし。これあの武士さんとのコラボってことは、つまり、はい、武士飯さんの方でも動画が上がるんですよ。おお。それではぜひ概要欄の方にね、はい、貼らせていただきますので、ぜひそちらもチェックしてください。武士さん、すいません。急番組のフリしてくれると高評価とチャンネル登録増えるんで、今日もちょっとお願いしていいですか？うむ、ではこれからどんどん茶へ行ってまいる。やっべ、くっそ重て。あ、そういてマジで重たい、これ。大丈夫です。大丈夫なんですね。すっげえ重たい、マジで。なんだこれは。マジで重たい。
キロスーパー、デカ盛りでこのクオリティ出てくるってすごいっすよ。感動覚えます。ありがとうございます。やっぱタコさんは忘れないじゃないですか。それでは準備は大丈夫でしょうか。はい、はい、それでは本日もサムライインティングの皆さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。実は巨大マゼトが15キロ、はい、実は抜きでございます。はい、4名で頑張っていただきたいと思います。はい、制限時間60分、マゼトが15キロ。それでは高政くん、はい、達也くん、下の段階沖山くん、健介くん、頑張っていっちゃって。3、2、スタート。これやばいっすよ。もうインナーをここに、俺は取るのが難しい。うまくだけで相当あります。もやしとキャベツが取れるではね、まんべんなく食べたいと思う。やばいっすね。でも上から食べるしかない。へいやまじ、もうもや麺は取れるな。大将ありがとう。へい、麺までこれいけないですよ。麺までいけないよ。いいんだ。ちょっとだけ麺が。うん。天地して早く麺いかないと危ないですね。うん。固まる。固まりそうですね。よし。健介。健介。いよいよ。これはこれは本気だ。あっつ。みかんの分いただき。どうぞ無事。うん、3個、2個ぐらい。どうぞ無事。片付けないみかんを食いたくて。無事余裕じゃないですか。4人いるので大丈夫か。あ、でもうまっ。あれ寸引きはずっとやりたくないな。もやしこうだな。うん、なんかナムル食べてるみたい。上の方はうまい。もやしとキムチになります。うん、もうあと小松菜。うん、制限時間が1時間になったので、うん、前回は会話はないですね。短い。ケムスケ殿は食べておらん。僕回すから実質3人ではないと。お前ら小型だ。足手まといなだけですね。もやしを食べるのに時間がかかる。麺が足りない。大丈夫、帰る。おお、取れない。だけで何キロあるんですか。5キロです。もやしだけで5キロ。ゆで前です。ゆで前です。そうね、もやしなんて変わらず5キロ。うん、いただきます。シンプルにめちゃめちゃ美味しい。うん、味変とか大使とかですね。はい、魚粉とかカレーもすごい合います。うまっ。これは、これは何ですか。ニンニク。ニンニクですよ。ニンニク、はい、漬けニンニクです。マジで6本難しい。やばいっすよ、これ。これはハード。もやしが大丈夫、ありがとう。絶対こういう感じになる。クス殿、本気だな。はい、これはそういう戦いになると思います。この時点でもな、刺した。
なんかもうめっちゃ減ってるように。おはようございます。うわ、なんか見えた。お、いい反応だ。よし、なんかいますよ。そしてこの段階的なフォークだよ。あー、なるほど。うん、いや、これ俺きついな。昆布を奥に抱いたのか、手を乗せん。いますね。やべ、メンタルめちゃくちゃ揺られた。おお、忍んでおったな。いくっす。隠し玉。これ1個のポンクじゃ持てないっすね。共同作業か。でかっ。うん、こういうなんか地方の料理とかないですか。まだ1本っすよね。はい、1本で。ああ、1本。いや、増えた、なんか増えた。増えた感すごいっすよ、それ。ずっと混ぜそばだった。やっと本来のデカ盛りあるあるだな。量が増えて見える。もし肉は得意ですか。肉は好きだ。麺の間に挟んであったかくするんで、うー、食べやすくなると思うんですよね。見てるとあと時間何分。一気に乗っけすぎると嫌になると思うんで、今残り48分です。うん、早押し。今このつぶし残ってるの6点。あ、もう半分以上いってるではないか。余裕だな。ただまあそのお肉を今取り除いたのも加味してですね。あれ、まあまあありますよ。これ一応あります。思ってる以上にやばい。うん、豚肉どのタイミングでいきますか、あの塊。ありがとうございます。僕多分最後になったら肉食えないし。よし、じゃあ切ろう。牛ちゃんもお願いします。一回吐きますかね、これ。わ、うまっ。失礼します。うむ、食べやすいことなんてやらなくて、それも本当ですよ。チャレンジ。なるほど、味方がでかすぎるから。いや、このチャーシューはマックスのきついチャーシューだ。どうしよう、これはかなりきついチャーシューだ。本当ですか。うむ、ロースですか。腕肉。これはきつい。上に乗っかったの腹で差し込んだのこれが腕です。腕です。はい、腕はきつい。あ、ダメだです。ダメだです。よし、いや、俺絶対後半に肉やったら食える。いける気がします。うん、うまい。これはやばい。うまい。うまっ。おいしい。めちゃくちゃうまいな。うまいね。じゃあそうしろ。はい、うん、めっ、えっ、めっちゃうまい。パンチカネコが一生懸命作ってる。これはめちゃくちゃうまい。きついかと思ったら全然柔らかい。余裕です。むしろ食いてぇぐらいか。バナより楽なんじゃないかな。うん、危ないかね。バナより楽なんじゃないか。うん、うまっ。厚みが柔らかい感じで。ちょっと止めるんだ。この辺から急に蹴るスピードが落ちて時間の流れが始まるんだよな。毎回だわ。全く。はい、またです。ありがたい。ヌーマ殿はあまり喋らなくなってしまった。もうまあまあお腹いっぱいですね。今約18分経過なんですけど。18分。皆さんいかがですか。キャパというか、そこ肉がきて意外にふくれてきます。チーズをきれいに取っちゃいます。大事大事大事、すごい大事。
おう。よし。どうなんすか、まだいけるうちに同じ僕とかがチャーシューを減らした方が後々楽なんですか。どちらでもよい。チャーシューでも麺でも。いけるなら言って。まだそんな経ってないですよ、時間。うむ。まだ20分ぐらいですね。そんな20分できつくなる人でしょ。これ40分の顔しますよ。おい、肉。肉。もう最初にやっつけないと思われきついの。いつもぐらいよ。接着肉を食べよう。ありがとうございます。ケンスケ殿は余裕そうだ。今回はね、ちょっと前回見てバクバク水分取ってもいかなそうなんで、前回のインナーはそんなに取ってた。うん、美味しいよ。でも本当にこんだけ量あって、こんだけ人数いて、こんなキワキワの戦いあるかっていうぐらい最後ギリギリだったんで、ちょっと笑えないぐらいな感じで、なんならちょっと諦めムード入ったよね、一緒に。いや、あ、これ無理じゃねえかなみたいな。なんかもう飲み込みやすくなるまで噛んでるつもりなんですけど、飲み込めないんですよ。変なんですかね、あの飲み込めないっていう状態が、ちょっとすごいなと思いましたけど。飲み立てエッグ、どうかな。飲み立てエッグ。あ、すいません。飲み立てエッグ美味しいです。3本。うん？いや。いや。One more。いや、3？ いや。産み立てってすごいですね。美味しいですよ。はい、こっちの回一回昔あれやったよね。僕いなかったんですけど。いなかったっけ。僕もいなかったです。入ったばっかりなんです。編集でやりました。一人行って、そう、朝どれの卵かけご飯やってました。へえ、うまそう。コロナで撮影できなかっただけだよね。ああ、そうか。あれですね、一人行って鈴木さんち、うん、乗せた、あの車に炊飯ジャーを入れてやってました。何分？もうもうもう、マックスだな。どうしたの？ウクレマックスライドを教えてください。豚の傷だ。なるほど。まだ30分経ってないけど、50分ぐらいはどうします？確かに、たまにサムライトが出てくるからいけない日ですか？一般人に住んでもいいですか？これね、こういうことね、こういう日大体ね、手前なく食ってから、ね、そうだ、車で今日は後あとみかんも大好きそうだ。みかんとか食ってた。みかん5、6個は食っておった。昔エビちゃんとゾンさんがデビューしたばっかの頃にテレビの仕事をいただいてマックス3人で行ったのかな。すっごい豪華なロケ弁があって、すみません今から食べるからって言って、みんな食べるの我慢してたら大先輩が、こういうね、ロケ、大きいロケの前はね、食べとかなきゃダメなんだよって、もぐ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 お弁当食べてて、で、新人の2人は、でもさすがに最後に取っときますって言って、食べなかったんだけど、いざビッグ回ったら、まあ食べない。まあ食べないのよ。もうびっくりした。本当にあの3年ぐらい前でしたよね。本当に、あ、俺やっぱ先輩って偉大だなと思って、そういう緊張感とか自分追い込んじゃダメだよみたいな、食事は楽しいんで手前もちゃんと食べた方がいいからねみたいな、すげえいいこと言うじゃんマックスと思ったけど、ディズニーランドホテルかな。そうですね。弁当が食べたかっただけだった。めっちゃうまかったんですよ。今回一番食えなかったですよ。あんな空気味わったこと今初めてだったね。あのケンスケの本気で食ってるっていう顔が抜かれないのは俺はちょっと心苦しいよ。そんだけ本気で頑張ってる拙者には本気に見えんが。え？普通に食事してるのに。あいつ1分ぐらい遠く見てました。まだまだ余裕そうだ。あれはいけますか？
いっぱいかな。武士余裕ありますね、だいぶ味変楽しんでますよ。もう楽しまねば、やばい。食えるもんも食えなくなってしまう。10分以上経っておる。そこが見えてる。盛りすぎて大丈夫か。マックスはもうここ行ってる、行ったではないか。マジで全部言ってしまえ。もし何か健介にさっきから言ってないですか。そんなことない。そんなことない。僕だけ結構長いだからじゃない。でもあれだよ、武士いつもと何言えるから健介怒られても全部聞いてんだよ。あれ可愛くなっちゃった。だから多少が強かったらいいかなみたいな。で逆にブッシュが隣にいるからちょっとオブラート包んでるだけだから。続いてください。おお、これはなんかありがとう。じゃあ俺がこれ持ってくる。おっす。よし、侍2人で武士の器に入れるこの2人ですら。何個まで読み上げます。おっし、ありがたい。残り約22分で、それぞれ各々が侍に持ってる分だけに回して。スープがすごいな。ああ、おいしいですか。頼む。これ取りたいです。一応1キロは取りました。500グラム選びますね。結構あります。500で結構あるね。頑張るぞ。ジョージさんが来た。野菜しかないんだ。困ったことない。それではトンドンちゃんっぽくない。何を教えた。マックス様、何がいい。これじゃないですか。卵、まあ、これは腕のチャーシュー。チャーシュー置きますか。追加で。この時間はきついし。きついよね。20分。頼む。チャーシュー何グラムですか。1キロ。やめ。1キロ。ずる。かさばってる。ね、始まっちゃいました。チャーシュー作ってください。あ、16.5にしましたって。これすっげえ申し訳ないけど、本音言っていい。だってもうこれ全部食っとる。嘘でござる。皆さんはいけそうですか。いや、いけると思うね。約20分。今どのは全然いける。飲まない。感じですよね。全部で15分ですね。これも込み。めっちゃ確認します。チャーシューの使い方でござる。チャーシューを待ってる。よし、おめでとう。うちもうチャーシューを待っておるのか。来ました、チャーシュー。おお、うまそう。あ、そうではないか。あ、そう。ここは上司する。やばい。
頑張りすぎてカメラマンが立てなくなるっていう。どんどんちゃんっぽくなってきたな。落ちた二人とも。なんでブッシュはこんな元気なんですか。しちゃいますね、やっぱり熱でどんどん上がっていっちゃう。食べ終えて始めお疲れ様です。お疲れ様です。今回の特製まぜそば16キロクリアということで、クリアタイムが56分49秒でした。うん。じゃあ、早速の感想をいただければと思うんで、岩さんからいいですか。うん。そうですね。タコさんウインナーとはまた違うきつさがあって、飲みやすい分、水分入れた後の中で膨らむ感じの、なんだろう、初めあんまり味わえないこの辺のギチギチ感、ギチギチ感という体感があったなっていうのと、でも隣見るとレジェンド2人いるんで、まあ、何より心強くて気兼ねなくこう挑戦できて楽しかったです。また次回やりたいなと思います。ありがとうございます。鈴木さんよろしいですか。もうね、山本さんの心強さに尽きる。今回は何かあってもやってくれそうなみたいな、途中の豚目出してんでもうやべえってなって、苦手だから、まあ、あのチャーシューのおかわりの下りを聞いた瞬間に、あ、今日はもう大丈夫だって悟った。心強かった。だからもうできれば毎回来てほしい。レギュラーメンバーでもう守護神として、それ希望の今回。でも本当混ぜそばめちゃめちゃ美味しかったし、なんなら今日ね、そのんじゃさん定休日なんですよ。あのにもかかわらずこの対応していただいて本当ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。お過ごしください。ありがとうございました。最後、ブッシュ様よろしいですか。うむ、非常に楽しかった。そ
そしてみんなで食べる飯はやはりうまいな。最後のチャーシューはちょっと後悔した。うめ、ありがとうございます。じゃあ次回もトンドンチャーシュー第3弾になるということで、はい、ではそちら楽しみにして次回またお会いしましょう。お疲れ様でした。